さあ、先ほどから何度か受動体は直接作ってくださいねというお話をしましたよね。もちろん対応する能動体の目的を主語の場所にポンと置けば受動体が作りやすくなりますよというアドバイスは差し上げましたが、それはもう初心者に対するアドバイスです。皆さんなら受動体は直接作ることがおできにならなくては困ります。なぜそんなことを言うかというと、一つには受動体を直接作ることができなくては作り出すことのできない文があるんですね。A の文いきましょう。 Jericho is said to be the oldest city in the world. ジェリコは世界で最も古い都市だと言われているというわけです。実はこの文には対応する能動文がありません。 We say Jericho to be the oldest city in the world. この文は英語では言わないんですね。したがってこの文は直接ポンと作り上げてもらわなくては困るんだということですね。いいですか？英語を上手になるためにはネイティブスピーカーたちが毎日用いる形、よく用いる文、それをですね、音読暗唱しなくてはいけません。受動体も同じです。受動体もですね、理屈で作り上げるのではなく反射的にそのまま直接作り上げられなくては困るんだよということですね。一つ覚えておいてください。